梅田。梅田とは、大阪市北区の地名。現行行政地名は、梅田1丁目から3丁目。また、地名の枠を超えて、講義としてこの周辺地域の繁華街を、梅田と称する、を参照。町名としての梅田は、JR 大阪駅とその、南側一帯のみを範囲とするが、梅田の名称は、JR 大阪駅の東側や北側の駅名、ビル名。 店舗名など、かなり広い地域で使われており、西日本最大の繁華街である。その規模は、百貨店面積で、日本一、総売上高は、新宿に次ぎ全国2位である。この地域には、JR 大阪駅のほか、阪神大阪梅田駅及び阪急大阪梅田駅、大阪市高速電気軌道、大阪メトロ、梅田駅、東梅田駅、西梅田駅、 JR 北新地駅が立地しており、交通の要衝となっている保、百貨店、ファッションビル、ホテル、オフィスビルなどが林立している。主要道路の下には、ホワイティ梅田、ディアモール、大阪といった地下街があり、隣接ビル地下にある商業施設群のほか、道島地区の道島地下センターとも結合しており、合わせて一大地下街を形成している。 2000年代以降の開発にまつわる諸問題については、大阪2011年問題も参照。梅田周辺は、北方向に位置する大阪国際空港、伊丹空港の着陸深度にあたることから、航空法による高さ規制の対象地域であり、道法第49条による制限表面によって200メートルを超えるようなビルの剣が困難であるため、梅田にあるビルは、 ハービス大阪の190メートルが最高である。なお、制限表面は、伊丹空港からの半径16.5キロメートルまでは50メートル、離れるごとに1メートル緩和されるため、梅田でも北側の方が制限が、より厳しい。江戸時代以前は、下原と呼ばれる、低湿地帯で、レードを埋め立てて、電波たちを開いたことから、梅田と呼ばれた。後世になって、地が悪いので、 西成郡曽根崎村の露天神社並びに、道郡北野村の綱敷神社に、ゆかりのある梅から、梅田表記になったと言われている。1764年、曽根崎新地から北へ伸びて、梅田墓地、現代深町、梅田貨物駅へ至る、梅田道が開かれたが、周辺は、田畑ばかりの土田と呼ばれる、さびれた土地だった。1874年に、 ソネザキ村に開業した大阪駅は、梅田ステンショなどと呼ばれ、1897年には、ソネザキ村、北野村とも、大阪市北区へ編入され、1900年の大和坂へにより、旧ソネザキ村の西部に、梅田町、東梅田町、西梅田町、北梅田町の4町が起立した。開業時の大阪駅は、現在の西梅田スクエア付近に位置していたが、 1901年の大阪駅移転に伴って梅田の中心は東へ移動した。1906年には現在のハービスエント付近に阪神大阪梅田駅が開業するが、1939年に大阪駅南側地下へ移転している。大阪駅移転の1901年を挟んで、前に実施された常日の町名と後に開業した駅名とのズレは、顕著で西梅田駅が 梅田町と東梅田町の境界線上に位置する穂である。当初の梅田町はむね現在の梅田2丁目と3丁目にあたり、生誕部は西梅田町、ダイヤモンド地区と呼ばれる、現在の梅田1丁目は元曽根崎中、曽根崎上のそれぞれ一部と東梅田町った。なお、東梅田町全域を含むダイヤモンド地区の北部は1940年に、 梅田に解消されている。ちなみに、東梅田駅は、曽根崎中に位置し、阪急大阪梅田駅、大阪市高速電気軌道、大阪メトロ、梅田駅が位置する、柴田、角田町は、旧北野村である。なお、曽根崎村の旧村域には、阪神資本、北野村の旧村域には、阪急資本による施設が多い。広大な JR 貨物梅田駅は、南西部が、 北梅田町となるほか、北西部の中津南通りが、旧西成郡中津町大和田市も3番の一部、中西部の佐藤町、北東部の牛丸町、中東部の大深町、南東部の松本町が、旧北野村の一部となるが、1944年に大深町に統合されている。発展の方向が、北大阪に転じた第二次世界大戦後、 大阪市街の北玄関である梅田は巨大化の一途をたどる。かつて、曽根崎村西部の地名に過ぎなかった梅田は、曽根崎村と北野村以外にも、豊崎町大技、本城、南浜、中津町大技光立寺、下三番、佐欺町大技大妃と、上福島村の旧村域、さらには、大阪市街の曽根崎新地、道島なども包含する。 広域名称となるにいた。1978年におおむね曽根崎中、曽根崎上のそれぞれダイヤモンド地区内、梅田、梅田町の範囲において、梅田市の3丁目の現行住居表示が実施された。現行町名によらず、大阪駅、梅田駅を中心にその周辺一帯は、大阪で一番の繁華街を形成しているため、この地域全体を一般に、梅田と呼んでいる。 一般に梅田と呼ばれている地域は、現行町名の梅田以外に、柴田、茶屋町、鶴野町、豊崎二丁目から五丁目、角田町、中崎西二丁目から四丁目、小松原町、道山町、万歳町、大雄寺町、戸賀野町、曽根崎、曽根崎新地、道島、道島浜、西天馬、大淀中一丁目、大淀南一丁目と二丁目、大深町、 中津一丁目と五丁目あたりになるが、梅田の知名度が非常に高いため、梅田を冠したビル名。店舗名はこれらの地以外にも存在する。大規模施設である阪急大阪梅田駅や、梅田スカイビル、梅田センタービル、旧 JR 梅田貨物駅も住所は、梅田ではない。特に梅田スカイビルは、現在、住居表示の梅田がある北区に属しているが、この地域は以前大であり。 あとに、北区に統合された地域である。JR 西日本最大の乗降者数を誇る大阪駅とその構内には数多くの店舗がある。ホテルやオフィス、ファッションビル、百貨店、シネマコンプレックス等で構成される複合施設である。南側中央口にはサウスゲートビルディングがあり、ホテルグランビア大阪や大丸などが入居している。また北側にはルクアや ルクア 1100E ーれがファッションビルとして入居するノースゲートビルディングがあり、28階建ての事務所ビルを併設している。現在、大阪駅一帯は大阪ステーション式として再開発事業が進み、南側のサウスゲートビルディングとノースゲートビルディングとの間の大阪駅ホーム上に日本最大規模のドームと共状駅舎が作られた。 現在では広々とした空間に外交を取り入れた新しい空間が生まれている。梅田一丁目ダイヤモンド地区は大阪駅南側の梅田一丁目を指し、地区北側の道路地下に、阪神大阪梅田駅、南側の国道二号線の地下に、JR 東西線北新地駅がある。地区内には、阪神百貨店、大阪丸ビル、ヒルトン大阪、梅田 DT タワー、大阪駅前ビル、 1> 第一、第二、第三、第四、大阪梅田ツインタワーズサウス、シネマコンプレックスを各テナントとすることショッピングビルの、いいまなどが立つ。阪神百貨店の南側はかつては、闇市の面影を残す民家の密集した薄暗い一帯であり、買収等再開発区画整理に非常に手間取ったが、今や高層ビルの立ち並ぶ、近代的な区画となった。中でも初期に建てられたは、 大阪丸ビルは、円筒形の独特な外観から、梅田の象徴的存在であり、2003年まで、最上部に設置されていた、電光掲示板は、他の名物でもあった、2005年10月4日に、部分的に復活。梅田2丁目、梅田3丁目、大阪側電子式四つ橋筋より、西側の梅田2丁目と梅田3丁目の、 大阪ガーデンシティの地域を指し、新しい街並みを形成している。1980年代から、阪神本線の地下化によって生じた跡地野球、国鉄梅田貨物南宿跡を再開発した地域で、そのうち、大阪ガーデンシティは1990年代以降、毎日新聞の大阪本社建設を講師とし、ザリッツ・カールトン大阪が入居するハービス大阪や、オフィスビルといった施設が、 次々建設された。地域面積は10ヘクタール。就業人口は約2万5千人の地区となった。2004年には劇団式専用劇場や高級ブランド店などが入居するハービス園とヒルトンプラザウエスト、旧ホテル、阪神や新阪神ビルの跡地の完成をもって、この地域の開発は一段落した。2008年、 大阪ガーデンシティ南側の三景ビル跡地に34階建てのブリーゼタワーが完成し、毎日新聞社も大阪本社隣接地に高さ99メートルのテナントオフィスビルを建設するなど、一帯は超高層ビル群を形成している。JR 大阪駅の桜橋口を出てすぐ西にあった大阪中央郵便局は移転し、跡地は西梅田スクエアという期間限定のイベント広場に、 なっており、隣接地と合わせ、超高層ビル化されるる。予定である柴田一丁目、角田町、茶屋町、鶴野町、中崎西二丁目など、阪急電鉄最大のターミナルである阪急、大阪梅田駅を中心に、東と北へ広がる地域。阪急グループの建物が多いため、俗に阪急村と呼ばれる。南側は、店舗売上高西日本一位。 日本2位の阪急百貨店梅田本店、地上187メートル41階建て、その東側には、阪急メンズ大阪と、東方シネワズ梅田が入居するヘップナビオと、ファッションビルヘップ5、高層ビルの阪急グランドビルなどの阪急グループが、経営する施設が立ち並ぶ。阪急大阪梅田駅高架下には、ショッピング街の阪急三番街、阪急三番街の北には、 古書店が軒を連ねる阪急古書の地、飲食店や居酒屋が軒を連ねる阪急カッパ横丁などがある。阪急大阪梅田駅の西側の柴田一丁目には大阪新阪急ホテル。その北側の北の阪急ビルには飲食店やフィットネスクラブが入居する DD ハウスと新阪急ホテルアネックスがある。柴田一丁目の北詰には阪急電鉄の本社がある。 新御道筋を東に越えた鶴野町、中崎西二丁目にも梅田と関した構造ビルが立ち並び、梅田センタービルなど梅田と名のつくビルはさらに外苑部にも拾っている。阪急大阪梅田駅すぐの北東側に位置する茶屋町は1990年代に入ってから急速に発展した地域。茶屋町が脚光を浴び始めたのは毎日放送が移転し、 梅田ロフトができた頃からだと言われている。詳しくは茶屋町を参照。茶屋町には池田泉州ホールディングスの本社が所在し、その参加業として2010年5月に発足した池田泉州銀行の本店所在地となっている。営業窓口としては、同地にあった旧池田銀行、大阪梅田営業部を継承し、営業店名も大阪梅田営業部のままとなっている。大深町。 柴田二丁目、JR 大阪駅北側の地域。柴田二丁目には、再生会中津病院、JR 西日本本社などがある。広大な JR 梅田貨物駅、梅田北ヤードは、現在再開発中で、この地区には、梅北の愛称が付けられた。特に大深町は、再開発が進むにつれ工事地価が上昇しており、現在では、大深町四丁目が、西日本で、 最も地価が高い地点となるなど、これから最も発展の期待ができる地区である。JR 梅田貨物駅跡地、大深町は2001年、大阪鉄道管理局 JR 西日本本社の跡地に、ヨドバシ梅田が開業してから注目され始めた。現在は広大な貨物駅跡の敷地のほとんどで、再開発が進んでいる。先行開発地区には複合施設、 グランフロント大阪が2013年に町開きし、中核を成すナレッジキャピタルには、パナソニックや大阪大学など、多数の企業や大学、団体が入居しており、170から180メートル級の超高層ビルが4棟立ち並ぶ。大阪駅前に設けられた広大な駅前広場の梅北広場と、大きなシンボル軸、にぎわい軸が建設され、結ばれている。また、 このエリアには、大阪市高速電気軌道、大阪メトロ4つ橋線が新大阪駅まで延伸して、新駅を設ける計画もある。さらに、この新駅を通る梅田貨物線地下線と、何は筋線も計画されている。この先行開発地区の町開き後、残りの17ヘクタール余りの地区は2025年の完成を目途に再開発される予定である。一方で、 ヨドバシカメラも再開発の動きを見せている。2016年8月に同社はヨドバシ梅田の北側の用地に高さ約150メートル、延べ床面積約10万5200平方メートルの超高層ビルを建設することを発表した。2017年夏にも着工し、2019年冬頃にも開業する見込みである。このうち低層部には既存のヨドバシ梅田と、 同規模の店舗が入居だけではなく、新たに壁面の緑化や観光バスの発着スペースが整備さる。構想部には、阪急阪神ホテルズが、新ブランドホテル、ホテル阪急レスパや大阪として入居し、客室数約1032室、2019年11月、開業予定、外国人観光客の一大交流拠点を目指す。また、 大阪駅周辺の回遊性を高めるために、隣接する大阪ステーションシティ、グランフロント大阪、大阪梅田駅、芝田2丁目の4方向にペデストリアンデッキが整備されている。新梅田シティは、大阪駅から見た北西にあるツインビル、梅田スカイビルとウェスティンホテル大阪を中心とする地域。JR 環状線福島駅。 阪神本線福島駅の北約800メートルに、位置し、梅田貨物駅、梅田北ヤードの再開発地区の西に隣接している。積水ハウス、東芝、青木建設、ダイハツディーゼルの所有地だったのを、1986年から、この4社の共同事業、大阪北、梅田再開発事業として、再開発事業を着手し、整備された。梅田スカイビルは、 ツインビルの上層が連結され、その上を空中庭園としている。庭園といっても植物はなく屋上の展望デッキのことである。超高層ビルの屋上が展望台になっているところは珍しく、風を感じながら展望できる。ここから二周目田の超高層ビル全体を間近に見ることができるほか、生駒ま山や六甲山、天気が良ければ和歌山方面、明石海峡を走、 関西国際空港などが眺められ、観光スポットになっている。かつては近くに朝日放送の大淀社屋、大阪タワーもあったが、現在は解体され、中野島の蛍町に移転している。小松原町、道山町、曽根崎二丁目、大友寺町、戸賀野町、JR 大阪駅の東から東南渡る場所に位置し、曽根崎警察署や大阪府国生命ビルなど、 大小のビルが多く立ち並ぶ地区。また、阪急百貨店から東に延びる阪急、東通商店街、小松原町、道山城、曽根崎二丁目を南北に延びる曽根崎、おはつ天神通り商店街を中心とした、観楽街を指す。阪急東通商店街は、居酒屋などの飲食店が多く、パチンコ店やゲームセンター、風俗店なども数多く立ち並ぶ。 曽根崎キお初天神通り商店街は、露天神社、お初天神に向かって、南に伸びる商店街で、居酒屋や寿司屋、お好み焼き屋などが、数多く立ち並ぶ、阪急東通り商店街とは少し違う雰囲気を持った商店街である。道山町は、ラブホテルや、風俗関連の店が多い地域であり、西日本最大の同性愛者のコミュニティでもあり、 協定の場外船券売り場である、ボートピア梅田がある。大遊寺町のプラザ、梅田ビルには、ライブハウスやプロレス場、大衆演劇などがある。曽根崎新地一丁目、道島一丁目、北新地は、曽根崎通より、南の地域で、中野島沿いのビジネス街に隣接しているため梅田には、含めないこともある。バブル期には高級クラブなどが軒を連ね、 上級の歓楽街として位置づけられていたが、近年は、庶民的な居酒屋や飲食店なども増え、清風俗店や客引きもないことから、安心して飲みに行ける街として、バブル期とは違った人気がある。曽根崎2の地下には、北新地駅、JR 東西線がある。梅田の地下街は1942年、昭和17年に完成した、大阪駅前地下道。 約5700メートルを講使とする。2017年現在、北は茶屋町、南は道島、東は道山町、西は大阪ガーデンシティまで広がっていい。構成する道路下の主な地下街は、ホワイト梅田、ディアモール大阪、道島地下センター。これに加えて、阪急三番街、阪急百貨店、阪神百貨店、JR 大阪駅、大阪駅前ビル、 大阪府国生命ビル、新阪急ビル、ハービス大阪などのビルの地下街が地下街とほぼ一体化した巨大な繁華街を構成している。これらは地上にスペースを確保できないことから地下にスペースを求めたことで無計画に拡張、連結されたため、各々の,の,の連絡や統一性などが非常に悪く、インターネット上では迷宮や梅田ダンジョンと称される。2016年現在、 2022年末までの予定で、阪神電気鉄道大阪梅田駅、地下2階と阪神百貨店梅田店の地下1階売り場を北側に拡張、阪神百貨店売り場に隣接する東西地下道、都市計画道路大阪駅前1号線を移設、拡幅する工事が行われている。西日本最大の拠点として、学生や教職員がアクセスしやすく、 ビジネス外に近い立地なので共同研究や就職支援の利便性から2010年代よりサテライトキャンパスが増加している。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で学校選択が可能、抽選を実施。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。